はい、パート14、重視やろう。ユグドラシルに乗って教会本部に向かいましょう。ボワーン、ボワーン、ボワーン、ボワーン。教会本部行きましょう。お、駐車場が広いな、ここの教会本部は。田舎のホームセンターみたい。うん、壊死してしまう。マジで。ああ、肉体を酷使し続けたこと。ちょっと俺にも責任があるような気がしてきた。それを聞くとちょっとストーリーと関係ない部分でちょっと俺にもいや、なんか俺もごめん、フェイ。あれ、ワンオペかこれ。ここにもスキヤの闇が、スキヤの闇が広がっていたが、爆破された？物資集積所？よくそれ、よく言っておいてくださいよで済むな。すまん、俺も謝る必要があるかもしれん。かわいいわ、父。水につけたら増えそう。わあ、おりゃ。そうなの。人を選ぶな、これ。こいつも厳選勢だったか。宇宙まで飛ばすぞ。ういしょ。行ってくんないか。この鶏をね、全部集めて。お、鶏どこだ。行っておいで。よし。バッジをくれ。鬼ごっこバッジ。鬼ごっこ。いや、うん、やったー。ちょ、これは交換するアイテムなので、まあ、梱包対象ではないんですけども、これね、レッドラムの父ちゃんも同じ鈴持ってんの。教会本部に行ったきり帰ってこない。ちょっとごめん、頭の上に乗っちゃってるけど。これいいイベントなのよ。リコ、花嫁衣装を着たリコが黙ってる。黙ってるだけで凄みがある、これ。父ちゃん。これがその鈴。うわぁ。うわぁ。教会の教え。教会の教えを大事にしてたのか。辛すぎるな。お、汚ねえよ、ちょっと。汚いわ。トイレの中になんかあるわ。おい、取ってくれよ。会話するか、観念して。大体アイテム取ったね。そのうち目覚める。お礼なんていいですよ。さすが B。
なるほどね。教会の下キッチンとも持ってくれる。シグルド。お？お、シグルドと。何者だお前は。そうなんだ、顔がちょっと変わってるんですよね。整形をしてるわけあってね。シグル、お前も分かってないのか。飲みながらじっくり。ラケルさん、このね、このセリフな、このお母さんにすごい世話になってるから、シグレドは。かなりひどい目に遭ってるからな、ソラリス時代に。とほほ。やばい。花嫁衣装着た変態とか弱い女性二人になってしまった子。やばいな。の奥にね。ゴゴゴゴゴ。はい、わかりました。動けなかった。ストーン死去、きたな。司祭だっけ、なんかモヒカンみたいなやついる。こうプリムを見ててください。プリム注目。帰っていてしまう。怖がっている。仕事か。おー、物資操船。資料に指令。これを手伝うことになるってことだね。いいっす。腹立つ。やってたのか、見てえな。いつもの腹立つ。いやー、いいね。シグルドー。キャー。キャー、シグルドさんが。飲ませすぎよ。神父なんざやめちまいな。お前。そうなんだよな。いやー、きついね、これ。これ、本当のこと言っちゃダメなのかな？ビリーがあまりにも
深くに入ってす入りすぎちゃってるから。うわー、あばよ、しんこちゃん突然のしんこちゃん、あばよ、ビリーさん結構メタ的な、はい、なるほどね、魂しか帰れないってことかな。方向キーの左右、メニュー装備画面のページが入れ替えられます。はい、わかりました。なんだかややこしいなぁ銃に目がない、マシがねえと舐められてるな。どうしてと俺は今日、うん、話しておくれ。自分語りをするがいい。頼むぜ。はあ。うん。ちっちゃいな、ビリー。追いつかれる追いつかれる早い早い、追いつかれて追いつ抜いた。シデオ、あー、ラケルもなんかどうなんやろうな。喋れるんだな、資料って。隠れてるんですよね、この本当にビリーとプリムは。プリムはこの時のショックで喋れなくなってしまったんじゃないかっていうのを気にしてる。そうなんだよな。ストーン司教いい人だ。いやー寂しいだろうよこれは。何年か喋れなかったんだな。性格も仕草もまるで変わってしまった。うん、それはそうだと思う。
性格に関してはそうだと思う。プリムはね、自分自身さえ売ろうとした。親父の方がいいなんて、自分を売ろうとした。これにはバレるとも激おこですよ。これ一晩で3000ゴール、これ日本円にすると30万ですね。ボーナス1回分か。ボーナス1回分か。運じゃない。ここで何かに目覚めてしまった人もいるとかいないとか。君ってちょっといいやつなんだ。だいぶいいやつだぞ、バルドは。こんなに付き合いがいがあるやつはいないぞ、バルドくらい。バルトがいて救われるシーンめちゃくちゃあるからな、このセナギアスは。他のやつは暗すぎるから。あ、プリムが鳴ってる。なんだ、ラブレターがこれ。ビリーに対する思いを綴った。プリム、ありがとう。そういうことか。ちょっとね、欲しいアイテムを狩らないといけないんで、ちょっと前まで戻そうかな、セーブを。ということで、ちょっと前まで戻しますね。はい、戻ってきました。ここで大エーテル石をね、人数分エーテルダブルを除いた6個取っていこうということです。ドロップ率 5% 頑張ります。ドアース、集まりまして、このように6個ね集まりました。進めよう。幽霊船、輸送船か、行こうかい。カモドレン、すごいなこれ。誰が操縦してんの。知能があるってことだな。なんか変な匂いがしちゃった。ウェルスのやつ。あ、よく知ってるな。この間取りを。かわいいとこあるじゃん。お。かわいいとこがあるじゃないか。さて、ここのクリアレベルが39。さらに、ビリーの、アビリティとかも覚えたいので、ここでレベル上げと、アビリティ上げと、いうことで。はい、
レベル上げとスキルアップやりまして、2時間半、結構時間かかるなこれ。こんな感じでね覚えてます。エリーもちょっとまあまあ覚えたよって感じで進んでいきますか、この中を。あとビリーね、エーテルの源泉やっていきますんで、よろしくお願いします。ついでみたいな。まあビリーは簡単です本当に。あと離脱してるフェイなんですけど、ステータスを見る手段がないので、エーテル地の源泉一旦取りやめということで、復帰したらねやる感じでやります。うわー、これ何の肉だ。泉質の鍵、ニンニクか。あれ、じゃあシャワーでも浴びていくか。見えないけど見えない、がっつり赤いのが。いやもう冷静すぎるだろ。びしょびしょだ、びしょびしょだろう今。さすがエトーンな、元カメルーン代表フォワード。シルバーブレー SS20 どこに行った、ドア。物理法則をなんか破壊してしまった恐れがある。次はブラッディ戦ですね。装備がビリーでね、エーテル値をちょっと上げて、エーテルガンが補正がかかるので、エーテル値のね、それで、持ってみようと、エーテル値をって感じですね。エリーについてはもうエーテルガン済みでねやっていく。チタン先生はもう素早い虫みたいな感じでやっていこうと。ブラッディはレッドラムに姿形が似て、まあなんウェルスだったんだなっていうのが分かる感じですよね。今のウェルスの後ろ後ろ、エリー後ろ後ろこいつのヒットポイントは4242で、最初の2ターンでマーダラーってやつ、一中で敵を殺すってやつやっていきますんで、なんとかこれを打たせずにこいつを殺せないかなっていうのをちょっとねいろいろ試してみたいと思うんですけど、どうだろうな。ダメか。でもうわー、ごくごくごく、先生喉が渇いてくるわこれ。わー先生、うん、やっぱちょっと難しいな、ちょっと難しいな。ということで、なんとか1回で収めるようにやってみましょうか。1回でね、スピードスターをビリーと先生に使おう。ショー、これ不安すぎるのよな、ビリーが当たるやろ。ショー、うわー先生、ごく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 、ブハー、生き返らせて、よし、当たれ当たれー、よいしょー、よいしょー、当たれー、よいしょー。おー、なんとか1回やったな。いやー、ゼロは厳しいな。まあまあいいでしょう、これ前座みたいなもんだしな。いいぞ、緑章、よし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 。いやー倒した兄貴、これで呼んでおこう。何で呼んだんだ今。チン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 、これな、ここ熱いわ。シフト G だ、 Gってことは F とか C とかもあるのか。 X と Z だと。 Y はどうした、 Y 軸は関係ないか。それだったんだ、動力は。あのシーソーの子供も相手を見つけてもこういう時相手になってくる。
このマントがね、結構当時こういうポリゴンっていうのは珍しかったというか、結構難しかったみたいです。ゴー、かっこいいわ。今日のあなただいいな、このヒーロー感。日曜朝8時って感じ、いいわ。出た、なんか後ろいる、後ろ。ちょっとこのまま放っておこうか、みたいな。やっぱり律儀に待ってくる。ヒーローものっていうものはそういうものですよ。ヒーローものっていうのはやっぱりね、待ってくれるから。何もいないですよ。いや、海はいいね。巨大ウイルスのことだと思います。あれ、いた。いたあ、いましたね。おお、自動操縦なのこれ。リモコンで操縦できるのかな。どうか踏み潰しちまえ、それでも。いや、しかしでかいなこいつ、気持ち悪で。ペンペンペン、さて、巨大ウェルス、こいつはエーテルで攻撃するとカウンターで巨大化するという特色があるんですけど、そんなことは知ったこっちゃない。無限に吸わせてやるってことね。吸うがいい。エーテルを吸いすぎて爆発するぐらい吸わせてやろうという。まあこんな感じですね。強いなあ。ほい、エーテル上がってるね。ほい、来てるなあ。いやー、こんなもんですよ。そんな危険な仕事を。ああ、やっぱ信じてるな。本部に向かうことになる。今回の解説はビリーの家族について。ビリーの母親ラケルはもともとはソラリスの優秀な人間で、10代の頃にビリーを出産と。ラケルは脱ドライブ治療を専門としていて、シグルドの言う薬物依存症の治療を行ってました。なので、シグルドにとっては恩人に当たるわけですね。ウェルズに殺害される際、ビリーとクリムを柱時計の影に隠します。この時、ビリーは、ウェルズに気づかれてはならないとクリムに対して、泣かないで泣かないでと言い続けたそうで、これがクリムから言葉を奪ったきっかけになったのではないかと悩んでいます。で、そのパパであるジェサイアは、もともとソラリスの次期ゲブラー総司令候補という、まあ、超エリートだったんですけども、今は両頬に大きなやけど、そして顔や指紋などは整形によって別人になっていると。何があったのかというところで、まあ、続きはまた今度ということで、ありがとうございました。